안녕하세요. 니하오. Guten Tag. Hola. 世界の皆さん、こんにちは。ドラゴンボール Z 特艦バトル海外版プロデューサーのことです。今日は先日より開催中の地球丸ごと宇宙最強キャンペーンのさらなる情報をお伝えしたく、特艦ナウのパワーアップ版、特艦ナウスペシャルをお届けします。また、今回は全世界同時キャンペーンということで、特艦バトルメインプロデューサーのお松も一緒に新情報をお伝えさせていただければと思っております。はい、皆さんこんにちは。はじめましての方ははじめまして、特艦バトルメインプロデューサーのお松です。本日は国内海外同時試作の情報となりますので、一緒に情報をお届けできればなと思います。よろしくお願いいたします。なお、今回の特艦ナウスペシャルでは配信の感想やイベントへの意気込みをハッシュタグで募集しております。画面に表示されているハッシュタグをつけて、 Twitter、Instagram、Facebook で投稿をお願いいたします。投稿数5000を達成するとユーザーの皆様に流石を60個プレゼントいたします。ちなみに Twitter では全世界キャンペーン中に先ほどのハッシュタグをつけたツイートを投稿いただくと、特別にクーラの絵文字がつくようになっております。ぜひお手元で試してくださいね。また流石はミッション達成が確認でき次第配布予定ですので、どしどし投稿をお待ちしております。今回はタイトルにスペシャルとつけている通り、お伝えする情報も普段より盛りだくさんです。早速紹介に移らせていただきますね。はい、そうですね、行っちゃいましょう。皆さんが気になっているガシャや新キャラクターの情報も準備しておりますので、ぜひ最後までご覧ください。ではいつも通りキャンペーンの情報からことお願いしていいですか。わかりました。まずは現在開催中のキャンペーン情報をおさらいできればと思います。今回のキャンペーンはクーラと悟空の激闘をイメージしておりまして、キャンペーン全体を通してこのキャラクターのバトルを振り返ることができる内容になっております。それでは各イベントの紹介です。まずはこちらの物語イベントです。こちらは悟空とクーラの激闘を追体験できるイベントとなっており、報酬として新登場の孫悟飯幼年期が獲得可能となっております。こちらのキャラクターはキャンペーン第1弾の段階で特艦覚醒まで可能になりますので、ぜひ獲得育成してくださいね。さらにすでにリリース済みの物語イベント、とびっきりの最強対最強で獲得できる悪の嘲笑クーラも、こちらのイベントで獲得できる覚醒メダルで新たに特艦覚醒しますよ。こちらもぜひ育成してみてくださいね。続きまして、流石が大量に獲得できるイベント、ご飯風船希望の先祖を守り抜けの紹介です。こちら1週間に1回挑戦することができる回数制限イベントなのですが、一度挑戦することでなんと流石30個を獲得できるイベントになっております。このイベント1週間に1回しか挑戦できないので、皆さん忘れないように挑戦してくださいね。次にスキル玉獲得イベント、衝突する知恵と力です。こちらは1日1回挑戦可能なイベントとなっておりまして、報酬としてカテゴリ専用スキル玉を獲得することができます。カテゴリ専用スキル玉とは特定のカテゴリに属するキャラにのみ装備できるアイテムとなっておりまして、こちらでは今回のキャンペーンにちなんで劇場版ヒーローカテゴリ専用のスキル玉と劇場版ボスカテゴリ専用のスキル玉をそれぞれ用意しております。今ご紹介したイベントはいずれもすでに開催中です。いずれも大型キャンペーンならではの豪華なイベントとなっておりますので、ぜひ挑戦して豪華報酬を獲得してくださいね。そして実は今日キャンペーン期間中に極限 Z 覚醒するキャラクターの情報もお持ちしております。極限の怒り孫悟空と生き残りをかけた最終攻撃フリーザフルパワーが今回のキャンペーン期間中に極限 Z 覚醒いたします。それぞれのキャラクターの気になる性能はこちら。
かがでしょうか。こちらのキャラクターの極限ジェットバトルは第1弾キャンペーン中の開催を予定しております。開催まで既に開催中のイベントを遊びながらお待ちいただけますと幸いです。続きまして画者の紹介です。登場する新キャラクターはすでに事前動画で公開している通り、星を砕く一撃クーラー最終形態ととびっきりの挑戦士スーパーサイヤ人孫悟空になります。ただ今回はこれまで通りダブルドッカンフェスではないんです。これまで大型キャンペーンでは新キャラクターは第1弾ではダブルドッカンフェス、第2弾では超伝説降臨の計3つの画者から登場しておりました。なんと今回の全世界キャンペーンでは第1弾でドッカンフェスと伝説降臨がオープン、第2弾でまた新たなドッカンフェスと伝説降臨がオープンと期間中計4つの画者が開催いたします。さらに画面にございます通り、伝説降臨はこれまでよりさらにパワーアップして伝説降臨祭として開催されます。こちらの詳細はお祭り説明していただきましょう。はい、それでは早速説明させていただきます。まずは1点目、この伝説降臨祭には新たに祭り限定キャラクターが実装されます。祭り限定キャラクターとはその名の通り祭りと名の付くガシャで仲間にできるキャラクターとなっております。今回の伝説降臨祭のほか、今後昇竜祭や青竜祭などが対象となります。また今回の伝説降臨祭以降、祭りと名の付くガシャでもらえるガシャコインは祭りコインとなります。コインを指定枚数集めると開催中の祭り限定ガシャでピックアップされている再登場キャラクターたちと交換することができます。交換対象となるキャラクターはドッカンフェスのコイン交換をイメージしていただくと分かりやすいかなと思います。そして2点目、ピックアップ数も通常の伝説降臨よりも豪華になっておりまして、なんと祭り限定 LR を含め LR が7体ピックアップされます。さらに今回開催される伝説降臨祭はドッカンフェスのように期間内であれば連続ガシャを3回回すと1回無料で連続ガシャが引けるようになります。いつもよりお得に回せる上にラインナップもかなり豪華になっておりますので、皆さんぜひこの機会にたくさん LR キャラクターを仲間にしてみてください。なお今回の伝説降臨祭については、祭り限定キャラクター自体が初登場のため、伝説降臨祭でピックアップされている再登場キャラクターのみが交換所のラインナップに並びます。ことからも、説明があった通り、今回はドッカンフェスと今ご紹介した伝説降臨祭が同時に開催されます。そのため、今回のキャンペーン第1弾では、クーラ最終形態はドッカンフェスでフェス限定 LR として、そしてスーパーサイヤ人孫悟空は伝説降臨祭で祭り限定 LR として同時に登場いたします。先ほどお伝えした通り、第1弾だけでなく第2弾以降も同じくドッカンフェスと伝説降臨祭の同時開催を予定しております。こちらに関してはアプリ内や公式 SNS で随時情報を発信いたしますので、引き続き楽しみにお待ちください。さて、ガシャの説明が終わったところで、続いては気になるキャラクターの紹介に移りましょう。まずは映像を用意しておりますので、こちらをご覧ください。どうぞ。この世で俺にかなう者はいない。俺が宇宙最強だ。俺は弟のように甘くはない。一人残らず根絶やしにしてくれる。このお仕事消えてなくなれ。みんな、すまねえ。オラのため、
も悟空もめちゃくちゃかっこいい演出ですよね。すでに登場しているドッカンフェス限定のクーラも初登場した時にはその演出クオリティの高さに皆さんから好評のお声をいただいておりましたが、今回のクーラと悟空もアニメを思い起こさせるかっこいい演出に仕上げました。それではお待ちかねの各キャラクターの性能の紹介は私から紹介させていただければなと思います。まずはこちら、ドッカンフェス登場キャラクターの星を砕く一撃クーラ最終形態からです。性能についてはこちらのスライドをご覧ください。続いてはこちら、伝説降臨祭登場キャラクターのとびっきりの挑戦士スーパーサイヤ人孫悟空です。性能はこのようになっております。なお、こちらのキャラクターが登場するドッカンフェスト伝説降臨祭はこの動画の後、少し時間を置いてからの開催を予定しております。はい、あと少しだけお待たせしてしまうのですが、イベントをですね、遊びながら開催をお待ちいただけると嬉しいです。今回のキャンペーンでは新しいチャレンジイベントも開催します。こちら劇場版に関連したキャラクターたちとそれぞれのステージで戦えるイベントとなっておりまして、今回はキャンペーンに合わせクーラや孫悟空が登場します。それぞれのステージでは劇場版の内容に合わせた特攻キャラクターがおりますので活用するのが攻略のポイントとなります。今回のイベントだと最初に紹介した物語イベントで仲間にできるキャラクターやドッカンフェス伝説降臨祭の目玉キャラクターたちはとても有効となっておりますので、ぜひ仲間にしてから挑んでみてください。こちらのチャレンジイベントはキャンペーンに合わせてステージやミッションが随時追加されていく予定です。追加されたステージのミッションも含めて全てクリアすることで通常の称号よりも豪華な新しい称号、ユニーク称号が手に入ります。ミッションの詳細や称号のデザインはまだお伝えできないのですが、腕に覚えのあるユーザーの皆様はぜひ挑戦してみてくださいね。本日はまだまだ情報をお持ちしております。今回の全世界キャンペーンではよりユーザーの皆様にストレスなくキャラクターの育成を楽しんでいただくために育成をサポートできるような施策を実施しております。こちらはですね、全世界キャンペーンが終わったら終わりではなく、キャンペーン終了後も引き続き皆様が毎日楽しくプレイできるように様々なサポートを続けていく予定です。育成が追いつかなくなったり衝撃戦に勝てず埋めてしまったりした方もこのサポートを受けることで特艦バトルをより楽しんでいただけると思っております。ぜひまたこのタイミングからドッカンバトルを長く遊び続けてくださると嬉しいです。早いものでドッカンナウスペシャルもそろそろ終わりに近づいてきましたね。最後にもう少し情報がありますのでことお願いいたします。はい、ここからは全世界キャンペーンと同時に開催中のイベントの紹介です。皆さんすでに遊んでいただいている方もいらっしゃるかと思いますが、現在劇場版ドラゴンボールスーパースーパーヒーローとの連動キャンペーンを実施中です。特別編イベントでは報酬として劇場版に登場する衣装の SSR 孫悟飯青年期を仲間にできますよ。こちらは9月3日までの開催となっておりますので、まだ挑戦されていない方はぜひプレイしてみてくださいね。また今後も劇場版に関するキャラクターのイベントを準備中です。こちらも楽しみにしていてくださいね。さてここまでお送りしてきたドッカンナウスペシャルも早いものでエンディングとなってしまいました。あっという間でしたね。そうですね、今回は2人で配信させていただいたのでより分かりやすくお伝えできてればいいなと思っております。いろいろなイベントがありますので皆さんぜひ忘れずに遊び尽くしてもらえればと思います。全世界キャンペーンでは今日ご紹介できていない施策もたくさん用意しておりますので、
ぜひ、たくさん遊んでいただけると嬉しいです。また今回ガシャや新たな限定キャラなど、新しい試みを実施させていただきましたが、この先もですね、より良い方向になるように、回収含め様々な新たな取り組みをしていければなと考えております。皆さんぜひ率直なご意見もいただけますと幸いです。この先々も皆様に喜んでいただけるようなキャンペーンをたくさん考えております。長く楽しんでいただけると嬉しいです。アプリの最新情報は公式 Facebook、Twitter、Instagram で随時配信中ですので、皆様フォローをお忘れなく。そして今回の動画の感想もハッシュタグをつけてコメントお待ちしております。今回の動画はこちらで以上となります。それではまた会いましょう。バイバーイ。バイバーイ。